ケメン揃いじゃないですか。知らんけど。お兄さん。お兄さんや。はい。すごいです。小野寺選手、すごいってはるから。小野寺選手に会えるよ。どうも、バレー芸人の里井です。今日はサントリーサンバーズのホームゲームに来ております。と言ってもホームゲームってどんな感じ、何ができるのっていう方たくさんいらっしゃると思うので、今日はなんと元日本代表でサントリーのレジェンドでもある角刈りさんに来ていただきました。おはようございます。よろしくお願いします。角刈りです。いやー、ちょっと私サントリーのホームゲーム全然分かってないんですけど、すごい楽しめます。サンバーズもう一色になってますので、はい、これからご案内します。はい、行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい。もう入り口ということで。はい。では早速行きましょう。はい。こちらが入場ゲート。はい。はい。入っていただいて、まあ我々サンバーズの選手。すごい。もうホストクラブみたいになってますよ。そうなんです。選手いるってことですよね。はい、今シーズンからサンバーズに入団した小野寺選手になります。ほんまや。え、これ等身大か。等身大に近いですよ。ではない。ではないけど、めちゃめちゃ大きいです。どうですか。イケメン揃いじゃないですか。サントリーってなんでこんな顔で選んでます？そうですよ。そうですよ。じゃあ赤いやろ。第一条件は顔なんで。顔で選んでます。そうですよ。そうですよ。じゃあ赤いやろ。第一条件は顔なんで。はい。どなたか気になる選手とかいますか？気になる選手、はい、でもなんかあの結構私のあるある動画にも出演していただいた、私結構あの福和県推しっすよ。お人気ありますよ。人気あります。非常に、はい、福和選手、はい、これから活躍どんどんしていくと思いますよ、はいはい、彼があの、はい、代表で活躍している高橋藍選手の、あ、高橋藍選手のお兄さんや、はい、ほんまや、はい、よく見るもん、はい、すごい人気ありますね。もちろんね、彼がね全然等身大じゃないですけど、ね、2メートル18ぐらいのこのぐらいいくんで身長が早いもんね、はい、リーマン、はい、ムセルスキー選手超エース、はい、うーん、すごい、はい、じゃあ今度行きます。行きましょうか。はい、はい、そうですね。ついてる、はい、何これ。試合ごとにこの画像を変えて販売をしているというカズライブラベルになります。これ何ですか。中身は、まあ、ウーロン茶だったりレモンスカッシュだったり なんですけども、はい、この表面だけ試合ごとに変えてます。え、これだからこの日しか買えないみたいな、はいはい、めっちゃレア。そうです。なのでぜひあの会場に来ていただいて、ここでしか買えないので、わー、はい、思い出になりますよ、はい、欲しい。でこちらが、選手の、T シャツですね。名前入りの。よく着てる人いますね。会場を、真っ赤に染めたいっていうのがあるので、うんうん、はい、サンバーズカラーの赤の商品になります。常にサンバーズ入ってます。こっちにもバーカーで。はい、はい、うわ、かわいい。サンバーズのスーパーサンバーズカラー。サンバーズ。はい。非常におしゃれ、ファッションとして楽しめますよね。すごい。あ、帽子もある。このシーズンから取り入れた商品が多いので、はい、非常に、はい、ご購入いただいてます。イケメン揃いなんて皆さんモデルになってもらって買いたくなるもん、かっこいいから。あれはちょっと違うんですよね。全然イケメン枠じゃないんですけど、監督がイケメン、お茶だけキャラになって、はい、お笑い枠もちゃんとおるやん監督お笑い枠でええの見て、え、これ何？リースタンですね。なのでこう揃えてもらって、はい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 、なんか今日の試合のスタメンはこうじゃないかなとか、そういうのも自分なりに、でこれ、え、もしかしたら中身分からへんパターン。そうです。うわー、推しが出るまで買っちゃうやつだね。そうなんですよ、全選手集めてほしいなって。西田さん集めてるやん、応援グッズ、応援グッズがいっぱい。あ、これ
アクスタの定規や。でこれは、うん、選手の身長ごとに大きさが違うんですよ。おもろ。待って、お前小野寺さんが202センチまである。でアライン189センチ、はい、ほんまや。なので一番お得なのはミセルスキー選手が一番長いんで218センチ、はい、お得です。長さ、まあ、長い方がね、はい、ライバーしても兼ねるから。でこのクマが一番やっぱり、はい、お金、ね、いただいてますね。一番人気、はいはい、わ、女性のお客さんが多いんで、可愛い系やし、つけやすいですよね。ね、自分の、はい、推しメンの方の、はい、背番号なんで。ほんまや。鍵とかに持ってないもん。すごい。試合やってます。はい。これ、V リーグの試合前に、まあ、エキシビジョンマッチという形で、まあ、小学生とか中学生の試合を、まあ、準優勝の試合のコートで実際に やってもらうという取り組みをもらっています。はい、あ、プロの選手がここで試合するところで子供ができると。そうなんです。なのでこういうビジョンとかも全て照明とかも、はい、使ってですね。うわぁ、もう売れるんですね。売れます。はい、ぜひ、はい、楽しめるポイントは将来のサンバーズに、ね、なる選手が出てくるかもしれないので、はい、ぜひこちらもよかったら見てください。はい、続きまして、はい、ここは何ですか。ここはですね、12月に、世界クラブ選手権というのが、あったんですけども、でサンバーズが、まあ、日本チームとして初めて銅メダル。めっちゃすごいことです。すごい。すごいんですよ。それのブース。はい、そうです。はい。あ、100年その時の写真。そうです。すごい。アジアで3位やで。違いますよ。世界ですよ。あ、ごめん。世界で3位。アジアでは優勝してここに出てるんですよ。そういうことね。はい、え、だってすごさレベルもう段違い。そうなんです。わあ。まあ、イタリアとか、あ、ポーランドとかね、の世界の強豪の中で、の銅メダル。すごいタイヤ。はい。このユニフォーム3種類とその時の、あ、これ着てたんですか。はい、そうです。このメダルも、そうです、銅メダルも特別に、特別に。え、マジ噛んでダメです。言われたらしたくないけど。うわ、重みが違うわ。え、初めてかけた。すごっ。それ生で見えるんやけど。あー、はい、そうですね、はい、そうですね。で、これ持っていいの？貴重なブースなんで、こちらもぜひお立ち寄りください。そして、ここは、はい、ここが、会場内にあるカントリーのソフトドリンクとかアルコールを販売している場所になります。飲めるんですね。この会場飲めるんですよ。まあ、会場によって。そうですね。いや、でもお酒飲みながらね、応援できると最高じゃないですか。まあ、普通にサントリーなんて、アプローチなどで動いてますね。はい、ぜひここも見てみてください。はい、そしてここ、ファンクラブブースもあるんですね。はい、毎会場こういうファンクラブがあって、はい、会員入会もできますので、はい、はいはい、入ったらどうなるんですか。チケットを早く買うことができたり、うんうん、早く入場できたり、うん、こういうグッズがもらえたり、うん、はい、いろんな特典がついています。人気のやつや、ぜひぜひよかったらサントリーのファンクラブも入会お願いします。はい、今からでも間に合います。では、ブリさん、私、はい、会議行ってきますので。え、はい、会議行くの。では、また後ほど。はい、早っ、早っ、忙しい。ホームゲームって忙しいんですか。忙しいですよ。やって、私と一緒に見ていきましょう。お願いします。はい、中入ってきました。選手がもうアップしてます。
これあの試合のねところ先入ったら選手のアップ姿見れるんですよ。ぜひ、ね、ちょっと前の方行こう。ぜひ見えるな。病気になってから従業員の心配ばかり。これぐらいの距離で選手を見れます。ほんま前の時結構おすすめです。めっちゃ近いからやっぱ全然オーラとか違うんですよね。ぜひぜひ近くで見てほしいです。あなたの後を継ぐことにしたよ。ちゃんと天国で応援していてね。今回はちょっと2つの席で見ていきたいと思います。まず最初はこのテーブルシート席です。まあ、もうその名の通りテーブル付きのシートになってて、まあ、そこでパーティーするんですけど、まあ、テーブル席ですから食事ができるの楽に。なんで皆さんね、向こうの方では結構ドリンク片手に、どんなの何でも食べながら観戦することができます。そして、次回はエンドラインの方ですね。
げから食べる。どうなってるわ。怒られてる、怒られてる。ラーメンを衣にしてるの、はい、すごっ。来ました、池から。あ、いただきます。うん、カリッカリや、めっちゃ美味しい。チキンラーメンのなんか麺の味と肉がもういいコンビマッチ。日本代表のパイプ攻撃みたいにいいコンビ放ってる。これあれやわ、酒飲みだな。はい、あれやわ。なるカクテルも。あ、こういうのもいろいろできるんや。ご飯のや。サントリーの中。いいね。ありがとうございます。そうだ、そうだ。あ、あいい。爽やか。これこの最強コンビや。いいわ。パッドライ。うん、わー、うまい。うまい。めっちゃうまいやん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう最初から最後まで楽しめたホームゲームだったと思います。もう最後に大谷選手に一言いただきたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。ちょっと皆さんに向けて一言お願いしていいですか。今日は、会場まで足を運んでいただいてありがとうございました。もっとサンバルラシーバレーボールをお見せしたいと思っているので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では、最後までサンバーズ応援していきましょう。はい、まあ、この動画がまたいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の試合でお会いしましょう。またねー。大谷選手に会えるよー。